瀬戸康史の動画。はい、それではハンドルユニットをつけていきましょう。つけるところはですね、ここです。ここにこのハンドルのこうだね、ハンドルがここにこうつくわけですね。こうつくわけです。これね、ここ1点だけっていうのがね、すげえ気になるんだけど、僕が前使ってた、今使ってる、今も使ってるですね、この XA20 はこことここ2点でがっちり止めてるんですよ。こことね、ここのネジと、あとここね、ここにあるんですけど、これで止めてるからすげえ安定感あったんだけど、こいつはね1点だからまあ大丈夫だとは思うんだけど、いいんだっていう、あ、いいんだっていう感じはします。じゃあちょっとつけようかな。もう本当に簡単、こうガチャってやって、ここのネジをキュルキュル締めるだけですよね。締まってきた、ギュッ、おいー、うわ、結構こうやって持つとね重く感じる。今までねハンドルでこうやってね触って持ってたから、あの軽く感じたけど、こう手を添えてたからね、ここだけで持つとね結構重量あるなっていう感じがします。でもかっこいいよねこれ、半端ねえな、これ半端ねえよ、素晴らしいな、これでご飯食べれるの俺、これを見ながらご飯食べれる、おかずなしで、これおかずですよね。これでねご飯食えちゃう、いやかっこいい。これこういう武器やってもねいいよね、バイン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 みたいな。じゃあっていうか、あとはこのね、これただつけただけですから、このハンドルを EXT エクスターナルっていう意味かな、ここに刺すと、プス、はい、刺しました。こんな具合ね、こんな具合、回転台なくてもこいつ勝手に回ってくれるからいいや、回しやすいカメラだね、回しやすいカメラ EOS C100M2。 はい、刺さりました。でこれで機能するようになりました。そしたら次、マイク、こちらです、ドン、ジェンハイザーの416、これね、ウィンドウジャマーつけてますけど、これ取るとゼンハイザー MKH416、 まあこれだけ見るとなんかちょっと高級なうまい棒かなぐらいな感じにしか思いませんけどね、マイク1本で10万円ぐらいする定番中の定番っていういいマイク。じゃあつけていこうか。でこれね、僕ねちょっとこれコメント欄で詳しい方教えてほしいんですけど、これね、この穴、ここにマイクを入れるんですけど、これねスッカスカなのよね、これってどうしてるんですか、皆さんっていうか、プロの方っていうか、これどうしてるんですか、これこうはめたとしてもこれグラーンってなっちゃうんですよ。これってこの穴が合ってないんですよね。これはこのなんか径を詰めるためのなんかあるんですかね、アイテムが。だから僕仕方なくこういうね、何、食器棚の下に敷くゴムみたいなこういうマットを切って、これをこうかませてやってるんですよ。皆さんこれ教えてください、これどうやってやるのか。こんないいマイク持ってて、お前ひどいだろお前その使い方はっていうね、あの叱咤激励お願いいたします。わかんねえんだもん、 XA20 の時も調べたけどわかんなくてこれで使ってたんだよね。だから今回もこれで刺します。瀬戸康史の動画、正解ではないよね絶対ね、これ正解ではないと思う。ほらちゃんとね、分量、このマットの分量もちゃんと俺正確に測ってますから、 XA20 使ってたから、はい、こういう風にはまりました。でここがね、ここの根元のところがちょっとグラグラしてるから、あの、まあ、ショックマウント的なね、すぐ響かないようになってんだね、振動がマイクに。多分レンズでカタカタなってボディが微妙に振動してもここには届かない構造になっていると思います。ビヨンビヨンしてます。でこのケーブルもね、すげえ長いんですよ、僕の買ったやつが。ケーブルがめちゃくちゃ長いんで、これをなんとかこうまとめるのがねいつも大変なんだよね。これも短いケーブルを使えばいいっていうだけの話かな。刺しやす、チャンネル1のところに刺そうかな。ではガッチャン、はい、これで完成なんだけど、ケーブルをね、このケーブルがね、もっといいケーブルないかな、おすすめのケーブル教えてください。これ邪魔なだけだからね、この
ひたすら長いの。かっこアロスだよね、これね。まあこのぐちゃぐちゃしてる感じがまたかっこいいっていう感覚もあるとは思いますけど、はい、不格好。不格好だねー。これはもうぐちゃぐちゃになっちゃったね、これ。体重が前に寄っちゃってるね、これね。マイクつけたことによって。これなんかスマートにしたいね。ちょっとこれから勉強してね、スマートにしていきたいと思います。でもまあ、これでとりあえず完成。あんでね、問題がね、XA20 の時もそうだったんですけど、このマイクがね、見切れるんですよ、ここに。魚眼とか使ったりすると。これ魚眼つけたらこれ見切れんじゃねえかな。っていう問題もね、生じてくるので、ちょっとやってみないとな。とりあえずこれで完成です。瀬戸康史の動画。はい、それでは最後にですね、ストラップをつけて終わりたいと思います。できた！これさ、なんでストラップついてんだろう。まあ落とさないようにってことなんだけど、ちょっとかけてみていい？ショルダーストラップだから肩なんだろうな。ちょっと一回こういってみていいか。てーってて出ました。こんな人普通にいたら嫌だよね、公園とかに。ふーみたいな、あーカモが泳いでるなーみたいな、こう構えて撮る。これすごいね、こんな人。でもこれこのまま手ぶらでさ、いろいろスマホとかいじれるからさ、これいいよね。これはすごいね。結構重量あるから、ちょっとストラップ心配だけどね。だからショルダーストラップだから、まあ、こういうことなんだろうね。こういうこと。まあ、俺パーカーも着てるから、肩に対する負担はね、全然ない。とりあえず、これで、ヨース C100 Mark II、完成！ということでですね。次回はどうしようかな。細かいですね、機能とかをね、説明していきたいと思うんだけど、とりあえず、これでちょっと使ってみて、その後に説明するっていう感じにしましょうかね。とりあえず、C100 Mark II来たよっていう開封動画はこれで終わりということにさせていただきました。また、ちょっと間を置いてから、どういう機能があるのかっていうのを細かく説明していきたいと思います。とりあえず、今の僕の課題はね、この、今までちゃんと考えてこなかったマイク周りね。いいマイクだけ買ってはあったんだけど、これをどうやって挿せばいいかとかさ、あと、この映像がどれぐらいこいつが蹴られてっていうか入ってきちゃうのか、あとはケーブルがどういう風にやればいいのかとかも分かってないから、ちょっとその辺。それでは、EOS C100 Mark II、私の動画これからこれになりますんで、映像見て気づくかな。僕もこれ使いこなせるまでに多分時間かかると思いますので、 70D と変わんねえじゃんっていう、多分ね、スマホで見てるとね、全く分かんないと思うんです。ただ僕の気持ち的にね、今これマイク別でつけてやってるからね。ただこいつだったら1個でいいわけですよ。これで収録できちゃう。だからでっかいけど楽なんだよね、そういうところも含めてしばらく撮影した後に感想動画作ってみたいと思います。以上、 C100 Mark II3部作、4部作、わかんないけれども、これにて終了でございます。皆さん、良いお年をお過ごしくださいませ。それでは、じゃあなはい、どうもこんにちは、瀬戸康史でございます。今ね、僕の顔に当たってる影がですね、ガンマイクの影です。ガンマイクをつけて今外で自分撮りしてます。こんな具合、いい具合でしょ。今バイクが通りました。今撮ってるのが、F2.2、ISO320 で ND フィルターを最大までかけてます。 ND フィルターを、くるっとやるとね、こう見えるんですよ。これ1段減らした、1個減らした。でこれが ND フィルターなし、なしね。最大にかけるとやっとこんな感じで見えるという感じでございます。面白い、 ND フィルターが一番面白い。今日なんかね、外がね、快晴なんで、こうやってね、すごい。 F1.8 はねもう無理なんですよ。F2.2 でギリ。
ISO は320がベースになってます。はい、こんな感じです。どうもこんにちは。1月4日でございます。まだお正月気分残ってますよね。でもまあお正月ですよ。どうもこんにちは、瀬戸康史でございます。